けがえのない時、経験、大学生活にはそれが満ちている。4年間に自らの全てをかける若きアスリートたち。彼らは何を思い、何を求めて戦いのフィールドに立つのか。スポーツに情熱を傾ける、それぞれ青春ストーリー。創部は大正13年。昨年、全日本学生馬術三大大会にて総合優勝5連覇を達成。通算優勝回数も22回を数える。歴史と実力を兼ね備えた名門チーム。国内でも有数の施設と環境で、より実践に近いトレーニングを積んでいる。今年も狙うは頂点のみ。馬術部の朝は早い。パートナーである馬のコンディションには常に細心の注意を払う。馬の世話など練習に関わるほとんどは部員たちが自主性を持って行っていく。主将の松本城。馬術は個人競技なんですけど、学生の大会だけは団体としてやっていくんで、やっぱみんなで一つの目標に向かって、まあ、団結してみんなで協力できるようにっていう、そういうところを心がけてます。おはようございます。おはようございます。松本が最も大事にしているのが部員の和。やっぱりみんなのことをしっかり見て、1年生とか2年生とか女子とかにも積極的に自分から会話を増やすようにしてます。うるせえ。明るい雰囲気作りの一方で、自らの練習も欠かさない。自身の目標としては、去年は準優勝だったので、それ以上にいい結果を残してチームの団体優勝を引っ張っていくような成績で貢献することです。障害飛越のスペシャリスト、陶器幸和4年生。その馬について深く知る、もう日々研究する。普通の準備運動にしたって特徴をもう捉えていって、でそれが試合の時果たしてどう出るのかっていうのもやっぱ経験積んで分析していく、やっぱそれしかないですね。やっぱりやっぱり大学の名、日本大学っていう名前を背負ってやっぱ試合出させてもらえるってことがすごい喜びに感じたっていうか、嬉しいっていう感情になったんで、後輩にやっぱ感じてほしい、後輩も成長してほしいっていうのがあります。馬場馬術は規定演技を行い、動きの美しさやステップの正確さを採点する競技。沖広良一4年生。馬と常に駆け引きしないといけないっていうのが難しいと思います。人がこう上で暴れてたり、手の強さ変えたりすると馬も前に行きづらくて歩様が変わってしまうんで、馬も楽しめるように楽に乗って、で力使うところは使ったりっていう。沖広は愛馬王道とのコンビでインカレ2連覇。ミスなく乗れば絶対勝てるっていう馬なんで、やっぱその相棒がいなかったら今の自分もないと思ってるんで、すごい感謝してます。騎手の力と馬の力、その開口は大きな勝利を生む。今年6月に行われた世界大学馬術選手権大会で、沖広は日本人初となる金メダルを獲得。
学生世界一の称号を手にしてみせたのだ。日大入ってなかったらこんな経験もできてなかったんで、なんか部員がライバルみたいな感じなんで、仲間たちで競うと学んだかなと思います。今年は世界王者としてインカレに挑む。狙うはもちろん3連覇だ。渡辺瑞希3年生。クロスカントリーが一番得意ですし、好きです。渡辺は一昨年、クロスカントリーが含まれるインカレの総合馬術で女性騎手として史上初の優勝を成し遂げた。障害を飛ぶにしても人が迷ったり馬が迷ったりもするんですけど、やっぱそこは大事な友達だしちゃんとやってくれるはずと思って、馬の意見を信用するっていう。馬見てるだけでも好きですし、触るのも好きですし、乗るのも好きですし、なんかもう本当に全てが魅力。馬との信頼関係を武器に、今年は2年ぶりの王座奪還へ。乗ってる馬とのコンビで完全勝利したいです。それぞれが勝利を求め、充実した練習を重ねる中、まもなくインカレの季節がやってくる。障害総合を馬場全部勝ちたいっていうのはありますね。全部で団体優勝して完全優勝で6連覇したいと思います。今年も日大馬術部の歴史に新たな栄光が刻まれる。力の限りぶつかり合う激しいコンタクト。徹底的な分析と緻密な駆け引きが要求される高度な戦略。そしてビッグプレーが飛び出せば試合の流れは一気に変わる。昭和15年創部、日本大学アメリカンフットボール部。チーム名はフェニックス。大学選手権優勝20回、日本選手権優勝4回、大学最多優勝を誇る名門。その最強軍団を率いるキャプテン趙翔毅。もう常に言ってるんですけど、負けていい試合とかそういうのはフェニックス絶対ないので、もう勝って当たり前というか、勝つことは使命だと思ってます。しかし近年、甲子園ボールではあと一歩のところで勝利を逃している。今年こそ学生日本一になる。それが日大フェニックスの至上命題。長のポジションはディフェンスの要、ラインバッカー。ラン、パス、両方のプレーに対応力の高さが求められる。気持ちで相手に負けないで、ビビらずに思いっきり当たりに行くっていうことがラインバッカーで一番大事だと思います。強い精神力、そしてキャプテンシー。しっかり触れ、しっかり触れ、徹底やぞ、徹底、徹底。厳しいことだったりは言うんですけど、まあネガティブにならないというか、ずっとポジティブに周りに声かけることと、どれだけ自分が勝ちたいかっていう思いを伝える、どこまで浸透できるかっていうのがすごい課題だと思ってます。本当に日本一になりたいからこそ、厳しいことも言い合ったりして、それでやっぱお互い高め合っていくのがやっぱ仲間だと思います。攻撃の司令塔、クォーターバック。肩の強さと正確なパスコントロール、瞬時に状況を読む判断力など、さまざまな能力が要求される花形ポジション。高橋良平、背番号10。その番号は
日大クォーターバックのエースの証明だ。歴代の先輩方はその10番を背負ってずっと勝ってきているんで、自分もそこで10番をつけて試合に出て勝ちたいっていう気持ちがあります。兄の影響で5歳からアメフトを始めた高橋、以来一貫してクォーターバックを務め、高校時代には全国大会でも活躍。さらに良い環境を求め日大へ入学した。やっぱり日本大学っていったらその QB がすごい主体のチームで、僕もそこのチームに入ってどんどんパスを決めて勝ちたいっていうのがあって日大に進学しました。日本一のクォーターバックを目指し、厳しい練習に耐え、その才能を磨き続けてきた。個人でその局面を打開できる選手になりたいです。苦しい場面とかが来てもその自分の力だけで乗り切ってるっていう姿を見せたいです。フィジカルのスポーツなので、 QB であっても少しでも前にと、一歩でも前に行けるように、心がけています。学生日本一を奪還するため重要なポジションを任されているのがタイトエンドの南雄太郎。スタートが大切だと思っているので、その周りにレシーバーに負けないようなスタート、1本目の速さっていうのを意識してやっています。タイトエンドはオフェンスのオールラウンダー。パスプレーではレシーバーとしてキャッチを決め、ランプレーでは強力なブロッカーとなる。強いチームには必ず優秀なタイトエンドがいる。常に全力プレーの南、そこにはある思いがあった。3年生になるにあたって初めて出た試合でドロップしてしまって、そこで何かが変わる。自分の中で一球に対する重みっていうのが本当にこんな重いものだなっていうのを本当に思って、そこから練習の一球一球もその試合の一球と思えるような一プレー一プレー大切に思いました。学生日本一になるために南に強い自覚が芽生えた。自分がこのチームの中でどういうポジション、どういう役割を持っているのかとかをひたすらもう毎日考えて、でその精神的にも成長していったと思います。選手、スタッフ170人、一人一人がそれぞれの役割を考え一致団結し、一つの目標へと突き進む。その強い自覚がチーム全体に広がり成長していく。戦って勝つということが一番の大きな目標になりますので、やはりこれを成し遂げるためにはですね、ワンプレーの大切さというものを選手たちにですね、分かってもらいたいですし、これからの長い人生の中でもその一瞬一瞬がすごく大事なんだというふうなものを感じ取ってもらって、思い切ってですね、戦ってもらいたいというふうに考えています。キャッチ数を増やしてチームに貢献して、で個人的にもレシービングのランキングを上位に持っていけるように、やっぱ集中、一プレー一プレー集中してやっていきたいと思っています。自分もしっかりクォーターバックとして日本大学の10番として甲子園ボールで勝たせれるようなクォーターバックになりたいと思います。個人的な目標としては、強力なディフェンスを作って相手のオフェンスに得点させないことです。そしてチーム全体の目標としては、学生日本一になることです。熱い闘志を胸に、いざ決戦の地へ進め。行くぞ一連。目標に向かってかけがえのない時を刻んでいくアスリートたち。汗と涙の向こう側には歓喜の瞬間が待っている。